ヒヨラ実装。はい、ということでおはようございます。チーム手巻き TV です。いやー、イベント更新がつつがなく参りましたね。周辺、なんとですね、新しく出てくる強敵というか高難易度クエストは魔王ウルノーガだそうです。楽しみですね。まあそのあたりの、動画はね、他で出すとして今回はガチャ動画でございます。はい、ということで昨日の動画で、私もお話しした通り、当然来たのは双剣の大魔法使い福引きでトコシエの杖です。はい、メラゾーマなどが使用可能になるトコシエの杖がピックアップされておりますということです。はい、ということで早速100連引いていきたいと思います。メラゾーマがねどのぐらいの火力出るのかね、ちょっとこの目で見ていきたいですね。まあ、そのためにはガチャで引かなきゃいけないから、てかこの100連で引けなかったら、まあ今日また夜の生放送で引くんかな。逆に言うと夜までの時間メラゾーマなしで過ごすなんて耐えられませんので、今日ねここでしっかりと自力ゲットして、てこれ100連で武器自力ゲットしたことないのよ、メタスラも勇者も。そろそろよろしくお願いします。はい、ということで、まあらかじめねちょっと比較対象として見ておきたいのが、こちら、はい、大賢者の杖ですね。これ最大攻撃魔力112で、あともう一つ覚えておきたいのが、ベギラマの消費 MP が18というところを押さえておきましょう。112の18ですね。まあ、この辺が比較対象になってくると思います。ということで今回のガチャ、はい、トコシエの性能を見ていきますと、最大攻撃魔力が115になってますので、まあ、112に対して、まあ、ちょっとだけ伸びてるって感じですね。ほぼ差はなしです。そして性能を見ていきますと、メラゾーマが必殺技で覚えますよと、まあ、これは知ってた。で、まあ、メラミがサブスキルであります。あ、そうですかと。で、魔王ウルノーガへのダメージ 5%、 戦士へのダメージ 20%、 まあ、この辺はどうでもいいですよ。まあ、戦士へのダメージ 20% は対戦モードでも結構使うかもしれませんね。で、魔法使いで装備するとメラ属性呪文 10%。 そして面白いのが双剣の守り、自分以外の仲間全員に呪文を1回防ぐバリアを張る。これ消費 MP45 ってめちゃくちゃ重たいんですけど、まあ、対戦モードでもワンチャン、いやでもこんなんやってる暇あったら火力出した方がいい場面の方が多いと思うんで、本当にワンチャン。それよりも一人モード、ソロモードよっていう感じがしますよね。とっても面白いスキルだと思います。まあ、その他、呪文耐性 5% がついたり、イオラを覚えたりすると。先ほどベギラマの消費 MP が18だったんで、まあ、イオラ21ということで、まあ、これ、一グループじゃなくて、こう、全体ですから、ね。乱戦で全ての敵6人に対して、イオ属性のダメージを与えられるということで、まあ、ちょっとベギラマよりも消費 MP が多いんで、まあ、ベギラマより範囲が大きいとはいえ同じぐらいのダメージ与えられるんじゃないですかね。まあ、それが強いのかって言われるとって感じもするんですけど、まあ、ないよりかあった方がいいですよね。はい、こちらについても火力が楽しみです。その他呪文ダメージ 5%、 これテンションが最大の時、さらに敵プレイヤーを1パーティー倒すたびに MP 5% 回復、これもね大会モードでめちゃめちゃ優位に進められそうですね。まあ、その他魔封じ耐性ですとか最大 MP プラス10がついてたりするそうです。凸は必殺ダメージが 5% ずつ乗ってそうですということで、まあなんだろう、まあスキル以外の部分はね前回の勇者の剣とあんま変わんないのかなっていう感じですね。で、防具に関してもほんと前回と似たような感じで、まあまず見た目に関してはおそらく大人ベロニカを、が完成する感じになるんですかね。胴体長いですかねこれね。はい、で大体防具はまた、4つとも4つないんだ今回は、3つか。今回盾がないんで帽子と上と下、でほぼ性能が同じで、まあ、呪文耐性がついてたり最大 MP がついてたり、コマンドバトル終了時に MP プラス5がついてたり、魔法使いのメラ属性呪文ダメージ 2% がついてたり。これさ思うんだけどさ、弱くね、メラ属性呪文ダメージこれプラス 5% とか 10% でいい気がするんだけど、これ防具をさ装備する意味ほぼないよね。ほぼないって言ったら失礼なんだけどさ、なんだろう、もちろん攻撃魔力も上がって守備力も上がる防具としてのね最低限の性能はあるんだけど、呪文が 2% 耐性になったとこで最大 MP がプラス5になったとこで、なんかねメラ属性呪文ダメージが魔法使いの時にたった 2% 上がったところで耐性に影響はないんですよね。まあ、もちろんソロモードで高難易度ウルノーガを回るときはこのウルノーガからのダメージマイナス 4% っていうのももちろん意味はありますけど、まあ、なんだかんだ素早さを上げられる、何でしたっけ、大解決装備とか、メタスラ装備とかが未だに防具としては強いのかなみたいに思いました。はい、ワンチャンね属性のメタを回すって意味でもいきなりここに
デイン耐性 20% とかついて、うわ、ギガスラッシュ倒しに来たみたいな。大会モードのね、属性メタが回ることもワンチャンのかなと思ったけど、まあそういった露骨なことはしてこないので、まあ安心したような、ちょっぴり残念なような気持ちです。ということで、まあ要はメラゾーマとイオラの火力次第でしょ？はい、ということで早めに取って自分で試していきたいと思います。ということで、いきますよ。はい、10連目と50連目に星5装備1枠確定。そして100連目にピックアップ確定です。いけるっしょ。いけるっしょ。武器、そろそろ、とこしえ、お願いしますよ。いったれ！ゴー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 ！もう勇者の剣なんてさ、あ、いいよいいよ。800連で武器2本だからね。800連で武器2本。うわ、ここも最低保証だけか？最低保証だけですね。変われ変われ。変われ変われ変われ！ほら、来い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 、こっちまい、こっちまい、はい、変わんない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 、はい、最低保証のみです。でも出たらよし、いきなり出ちゃう。ああ、よき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 、まあいいでしょう。はい、さっきね、散々防具はディスりましたけど、私、このベロニカさん、まあというかベロニカタンですね、まあドラクエのキャラクターの中で、まあ3本の指に入るほど、まあ好きなんでね。はい、これは純粋に嬉しいです。できればね、あのね、呪いをかけられたね、後の方が、うん、まあまあ、好きっちゃ好きなんですけどね。はい。いいですよ。10連で、防具1個出てくれたのは、いいんじゃないですか？まあ、ただほんとね、武器と防具の差がでかすぎて、もう要は武器なんだよね。はい。もう、ガチャを引く意味がもう、武器なんですよ。また虹1個ありますよ。いいよ、7% の虹はしっかり引けてる。ピックアップも引けてます。さあ、どうだ？お願いします。お願いします。お願いします。初日、ね、初日、最初の100年でたまには引かせてくれ、一回ぐらいだろう。来い来い、よーし、よーし、おや、めちゃくちゃいいが、でもやっぱ武器は出してくんないのね。めちゃくちゃいいよ。めちゃくちゃいいけど、その、武器はなんだ？硬くなり出してくんない姿勢か？でもいいよ。全然いけてる。全然いけてる。はい。どうだ？お願いします。よし！うわ、虹めっちゃ出んじゃん！いや、虹めっちゃ出んじゃん！いや、感触が違うぞ、これは。いっちゃいましょう。もうこのいい流れのままいっちゃいましょう。お願いします。はい。はい。はい。ふわ、ふわ、はい！まあまあまあ、まあいいです。あ、これ初ゲットだったんですね。まあ、この、天球騎士って読むんですかね、天宮騎士って読むんですかね、まあ、これについては、ちょっと求めてないかなって感じですね。はい。さあ、こっからは、くるっと前転はなし。はい。あっ！ああ一瞬ちょっと息止まるような。まあ、いいでしょう。虹は今のとこ、めちゃくちゃ出てますよ。あとは武器出すだけじゃん。あとは武器出すだけじゃん。っていうか、武器2本出たっていいんだからね。うん。今までのメタスラとか勇者の剣のね、とにかくドラクエチャンピオンのガチャ全体の爆笑を考えると、2本出たって全然誰も文句言わないんじゃないですか？はい。私は文句言いませんよ。当たり前だけど、スキップします。出ちゃい出ちゃい。はい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 。また、50連目で1枠確定です。お願いします。てかやっぱド派手な演出が来るとさ、このガチャってね、虹2個確定っぽかったりするじゃないですか。うわ！別に今回ド派手じゃないけど最低保証の他にもう一個出していく。あ、じゃあもう、ちょっとやめろよ。これ出てるうちに出すんだよ。勢いなくなったら本当に悲しいんだから、ガチャなんてもんは。たまにしか虹が出なくて、その虹が余裕ですかって。出てるうちに出す！出てるうちに出す！シュワッチ！あー、かぶりましたね。まあ、防具に関してはもう本当にね、突しても、ダメージ 1% 上がるだけですから、なんだかなって感じなんですよね。防具の凸ももうちょっとなんかバラエティ飛んでてもいいし、とにかく防具自体弱いよな、本当に。しばらくこれで行くんかな。武器出なダメやん、武器出なダメやん、ジャブくれよ、ちょうだいよ、おい、約束、大解決は嬉しいです。はい、さっき言ってた、まあ、素早さが上がる防具ですね。これ一部位で素早さ4上がりますから、めちゃくちゃ強いんですよね。あと、ダッシュプラス10っていうのがついてて、ダッシュする時間が、ほんのちょっと伸びます。はい。そ
そういうのもあるんでね。まあ、大花月は全然引いていいです。個人的にはもうめちゃくちゃ大当たり。あと大賢者の杖も欲しい。大賢者の杖3突なんで、あと1本で完突なんですよ。サブ武器で持ち込めたりするんですよ。虹はめっちゃ出てる。おい、めっちゃいいぞ。めっちゃ楽しいじゃん、こんなに。こんなに虹出るとめっちゃ楽しいじゃん。もうあと武器出たらそれで終わりじゃん、今日。いけいけ。こんだけ良くとも逆に武器出さなきゃ何の意味もないんだからな。一強なんだから、来いよ。あー、全部揃ったー。武器以外全部揃ってもうたー。なんでやー、勇者の剣の時と同じやー。いや、嬉しいよ。嬉しいよ、それは。嬉しいけど、武器以外全部ってどういう確率なんだよ、勇者の時といい、今回といい。言ったよね、俺。武器と防具の差がでかすぎるって、武器以外ほぼ意味ないって。なんなら、この武器防具全部1セットね、フルで揃うよりも武器2本引いた方が嬉しいからね。特に、ねえ、これからウルノーが倒すんでしょ、高難易度で。おそらくメラゾーマ2本あったら強いんだろうな。いきなりギガスラッシュの対策すんなよ、ウルノーが。露骨なことすんじゃねえぞ。キングいっぱいありますんで。いや、連打でいきますけど。ああ。おい、ちょっと、なんでだよ。なんでだよ。なんでこのゲームで俺武器引けないの。あと30連。ピックアップ確定もあるよ、100連目に。いや、めちゃめちゃ武器が引けてんだから。あと武器だけ来いって。マジで。いいだろ、初日からよ。スキップします。あーもうやばい。あと20連。ちょっと頼むってもなんでだよ。なんでだよ。どうしてだよ。やめてくれよ。意味わかんねえよ。なんだよ。他の配信者ガンガン引けてんのによ。俺ばっかよ。ヤシの服連続で引いてんじゃねえよ。最悪だ。ああ、なんでこのままの結局こうなってもた。結局こうなってもた。頑張ってんすけどね、ドラクエチャンピオン。一日6時間捧げて頑張ってんすけどね。私の生活の中心チャンピオンなんですけどね。なんで少しも答えてくれないんすかね。ラスト !4 分の1引けよ、引けよ、もうやってんじゃねえぞ、いつもよ、俺のガチャばっかよ。頼むよ、金めっちゃ払ってんじゃんよ、出せよ、畜生。いけ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 。いけるぞ。いけるぞ。いけるぞ。いけるよな。いけるよな。そろそろいけるよな。おかしいよな、俺ばっかな。2個あるからな。片方はピックアップ確定だからな。いけよ、いけよ、いったれ、いけ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 、こっちでいったれ、なんならこっちでいったれ、いけいけ、あーあー、たま武器以外出まくるじゃん。なんなのこれ。5個引いた ?5 個引いたら1個か2個武器だろうがよ。おい !6 個目だぞ !6 連続で外すんじゃねえぞ !4 分の1を出ろよ、おいおい、うわ、クソがクソが、なんでだよ、なんでだよ、なんでだよ、俺ばっかり、なんでだよ、クソが、チクショー。